何がどうぞ。ん、お前間違ったな。あら、おい、はい、全然聞こえてないよ。なせなお前。よいしょよいしょ、喉開いてる。始まりました。もう一回もうふかしてます、はい、そうね、お前今なんか音返ってきたもん。いいですね。ゴブゴブラジオあ、始まった、始まった。ほら、どうも、ライセンス井本です。ドリアンスだ。イブ持ってきて。ちょっと、ちょっと、え、自己紹介からスッと入っていこうと思ってたんですよ。増田イブ持ってきてじゃないですか。普通に入ってきてるし。変なタイミングで頭痛してる。いや、よく聞きますけど。いや、咳出てるし。咳出てるし、頭痛してるし。大丈夫ですか？おかしない？これ、スタートからおかしなかった。おかしかった。ちょっと、始まりがね、ちょっと、はい、どうぞーみたいな。はい、そしたら、なーにも聞こえてへんから。にも。音も返ってきてへんし。そうですね。だからといって怒りすぎですよ。いや、怒ってない、怒ってないけどね。それが原因で頭痛になったから。何してんねん窓ビリビリビリ照明グラ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 なれへんなれへん。スタッフ、ビクビクビクもうええっちゃう。お腹食う、もうええねん。それはいらんやろ。すいません。はい、怒られた。ちょ、増田、錠剤持って、錠剤持って持って。何を飲ませてるの？ただただただ。容量、用法守らない。いろんな錠剤をちょっと。じゃ、違う、ほら、収録終わりで来てはるからさ。はい、はい、そうですね。はい。ね、飛び込みやったっすもんね。今日はね、ちょっとすいません、本当に。ね、はい。もう、急いできました。エンジンかかってる。ありがとうございます。肩ぐるんぐるん。いつもの感じじゃなかったですよね。もういきなりもう、バンバン吹かして、喉が開いて、もう、肩ぐるんぐるん回して。やっとるで感がね。こっちまだ今からですから。今からへんか。おじさんももうね、もう終わってますけど。大丈夫、大丈夫です。仕上がってる。一回我々なんて喫煙所で眠りかけてる。まだかな。ちょっと始まらない。ああ、そうかそうか。そんなことで、ライセンス井本でございます。はい、そして、平井ペライチです。とりあえず、住田駅です。あ、ダウンタウンの浜田でございます。よろしくお願いします。という浜さん、自己紹介から行かせていただいたんですけど、今日で実は、ゴーゴーラジオ始まってからもう3ヶ月ワンクールなんですよ。めちゃくちゃ早いでしょ。早いね。めっちゃ早いんですよ。そんなやったっけ。そんなやってるんですよ。やってるんですよ。もう案外やってて、でメールにめちゃくちゃもらってるんですよ、番組に。はいはいはい。でもなかなか我々もこうおしゃべりですから、はい、なかなか読めてなくて。あ、消化できてないってこと。消化という言い方もどうかなと思います。まあまあ消化ができてない。消化ができてないっていうので、じゃあもうくら寿司ばっかり食うてるからやね。ばっかりじゃん。ありがたいことですよ。いやいや、今日何回か壊しよるやん。いや、ありがたいよ。今日全員に噛みつぶって決めてるんすか。どうしたんですか、どうしたんすか、これ。不良、ちょっと。違う。バンバン切り裂いていく。いやいやいや、そうね、そうね。そうなんです、そういうの多かったから。多いんです、なので、今日メールバッと行かしてもらおうかなと思って。ああ、なるほどね。はい。あ、全然そんなんいいですよ。結構来てるんでしょ。めっちゃ来てんのよ。見て、この読んでんの、こんなの。うわ、ああ、ほんと。あるんですよ。すごいな。でも、行けるタイミングでもシールも浜さんも出していかないと、始まってたから3ヶ月、まるっと経って、12枚しか出てないですよ。少な。ちょっと。それは少ないんですか？いやいや。12枚って言うてますけど、だから石割さん2枚もうたでしょ？で、俺も1枚もうてんすよ。で、高須さんでしょ？はい。で、あと、副社長でしょ？はいはいはい。だから、実質7枚くらいしか出てないんですよ。いや、7枚世の中に、構成員の人に、世の中に、日本に。結構シール作れますもんね。で、そらせやな、そらせやな。そうです、そうです。いや、もうちょっとこう、行きましょうじゃあ。最後の方、粘着なくなってますよ。劣化して。出さないと。おぎすぎて。でもたくさんメールいただいてますんで、まあよかったらでいいんですけど、分かりました。はい、なんか馬乗ってきたの？バイクですね。ああ、そう、馬、鉄馬といえば馬ですけど。そうなん。はい、ありがとうございます。ジョニー・デップが会議で、ハット今日ハット忘れた、ハット忘れてるけど、それやそれ。これね、まあそんなことでメールをちょっと今日は、はい、わかりました、紹介させてください。はい、こちら愛媛支部構成員シトサマさんからいただきます。何それ。シトサマさん、浜田さんの名前の由来を教えてください。同じ正俊として知っておきたいです。何それ。だから多分、だから正俊の反対で人様なんや。だからそういうことや。ああ、そういうことね。ネームが由来、はい、名前の由来、正俊の由来を教えてください。知らん。知らんです。親から言われなかった。健五郎さんにこうやってとか。正俊ってあれ、俊って読めんの？普通読めん。あれ当て字。もともとはどう思
でもあれ都市って読むの？都市は読まないですね。宝石の鉱ですね。そう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 。あ、はいはい。こう、どっちかっていうとこうって読む。そうやんな。なんやろな。ここで、あれでしょ、みやびでしょ。そうそうそう。みやびですね。まあ、これも。みやびはもうわかりません。多分お父さんがなんかキャバクラかなんかハマってて。いやいやいや、あの時代あれへんやろ。そこのお姉ちゃんの記事もらって。ああ、なんやろうな。なんか昔チラッと聞いたわ。もしかしたらなんか、昔のなんか、南海時代の野球選手の名前のなんかとか、あ、そうなんすか。なんか聞いたような気もするけど、それがほんまやったかどうかちょっとはっきり覚えてない。へー。あの、同じ名前はあれですよね、あの力士の。あ、そう、宮城山。あ、ですよね。宮城山の息子はもう完全に俺と同じ正俊なんですよね。字も一緒で。で、それはご本人からいただいてもいいですか。そうそうそう、あのスポーツ番組やってる時に、あ、もう今もやってますけど。継続中ですね。はいはい、継続中。あれの時によくね、来てくれてた時に、はい、はいはいはい、ちょっとね、お子さん生まれるちょっと前ぐらいか、すいませんけど、あの名前いただいていいですかっていうか、何の名前って言って、いや浜田さんのっていうか、え、俺言って、まんまでしょ、いいよいいよって言ったら、まさかそのまんま使う思えへんかったから、ね、うん、まあ、読み方一緒で漢字違うとかね、そう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 、とかやったら中村雅俊さんみたいな、はい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 、はい、全く同じ字使って、そうなんですよ、ね、そうなんですよ、確かにいるんですけど、ね、その子もなんかちょっとちびっこ相撲みたいなのも出てて、なんかちょっと特集されててんけど、テレビで。あ、へぇ、じゃあ、正俊くんがどうのこうのと、うわ、なんか自分が呼ばれてるみたいな感じで。字一緒やからさ。もうスケベなの確定ですもんね。息子さん。雅山の息子さんが。どういうことどういうことその、息子さんがね、うん、名前もらってるじゃないですか。俺の、はいはい、はいはいはい。で、大人になったら、うん、はいはい、もうスケベなの確定ですもんねって言うてます。もうはっきり。まあ、そうやろな。そうなの、そうなの、認めんで、認めた、まあ、そうなの、いや、それは知らない。これも。こっちなんでやねん待ちでしたよ。認めんで。飲み込むの。ああ、なるほど。名前の由来はね、ちょっとなかなか僕もはっきり聞いた記憶がないので。まあまあ、だからその野球選手からもらったかも。まあ、知れない。おのおのあるか、僕分かってるか、僕は分かりますね。あ、分かってんのや。はい、あ、そうなんや。はい、一応。すごいね。一応、まあ、聞くんで、親に言われますよね。僕も言われましたもん。むしゅんすけなんですけど、うん、あなたは優しい子供に生まれてほしいみたいな、その字体の意味が。生まれてほしいって生まれてるんやけどね、育ってほしいやったらわかるけど、ね、うん、そう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 。それ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 、それ俺も言おうとした。いや、もうさ、なんかその、一個目からなんか下手打つんやめよう。いやいや、もう、優しく受け止めてよ。俺、いやいや、もう優しくさ、違うやん。違う違う。俺らのなんか由来言いたい。あなたたちの受けがちょっと冷たすぎる。もうな、もうな、でもなるほどな、みたいな感じでやったらいいや。もう、そう、待機はとかもうええわ。ね、なりますよ。嫌だよ、ほんと。いやいや、もうそんなんじゃない。ええわ、お前。優しいな、優しいな。優しく受け止めたらこれじゃあ、ステッカーはどうしますか、この方。シールな。あ、シール。シール。まあまあ、とりあえず。まあ、とりあえず。じゃあ次行きますよ、はい、千葉支部高専いきりうさぎさんから浜田さん質問です、うん、浜田さんは超スパルタ高校に通われていたことで有名ですが、はい、運行した後は手で拭いてたのでしょうか。なんで素手でトイレ掃除をさせられていたくらいですから、トイレットペーパーでお尻を拭かせてもらえない、もらえるわけないですよね。気になって眠れないのでぜひ教えていただきたいです。それもう素手です。素手ですね。わしゃほらほらはい、こーら、ね、そんなもんさ常識で考えたら分かるやん、分かるでしょっていうね、素手です。素手です。いや違うわ。ね、ちょっとだけ飲み込んだ。ダムさんが来ました。トイレットペーパーはあったんですよね。当然やんか。でも今や柔らかくはないけどですよね。いやでもそんな別に硬くもないよ。トレペって言ってたけどね、俺ら。あったんすよ、トレペ。トレペあったよ。あったっす。あったあったあった。でもこの感じで掃除みんなでするじゃないですか。うん、多分みんなめっちゃ綺麗に使ってるんじゃないですか。そうですよ。だからめちゃくちゃ綺麗のよ、トイレは。もう全員でちゃんと掃除する。絶対そうっすよね、うん。我々の学校なんかもう、便器の横に置いてあったりとか。あるあるある。そうやな。はみ出てね。はみ出たりとか。いや、もうそんなん絶対ない。絶対ない。だからもう自分でやって、もし汚したなと思ったら、絶対ちゃんと自分で最後こうやって流してるはずやから。そうっすよね。そうね。全然汚いことない。いいんですよ、絶対。いや、ええことないやろ、あれ。
何を持ってあれをええ。いや、違う。いや、違うで。地区何十年も経った学校行ってそれやらされてんのやったら、俺らも嫌やんか。はいはい。立ったばっかりやねん。あ、そうか、新興社ですもんね。立ったばっかり、もう、なんやったら誰もまだ使ってないとこからのスタートやから。はいはい、うん。いや、騙されないですよ。いやいやいや。何も皿でも。いや、ほんとに。素手で便器は。いや、それは何回か、その、日にち経つごとにみんなやっていくよ。はい、でも、もう最初は全部綺麗なわけやから。まあね、スタートはね。スタートはね、もうそこからこうですよ。全力で。全力で。怖い。うわ、怖いわ。何やわしょや。あの、冬のあれでも体の熱で湯気出て。湯気がもうすごいさ、出て。さすがにやってるとかおかしいとは思ってたんですよね、自分でも。素手でっていう。思ってました。ですよね。でもやらなきゃっていう。やらないとダメなんですよ。うん、はぁ。でも、もう、いわゆるルールでしたからね。ですよね。怖い。うわで、だから、イキリウサギさん、ギリギリ。トイレットペーパー使ってましたというお声。ギリギリちゃうね。当たり前のように使ってた。だから。ということです。奈良支部の彦星秀人さんからいただきました。はい、浜田さんの貯金が1000万円貯まった時はおいくつの時ですか？何の話やねん。あ、でも来た。めっちゃ来た。誰いや、秀人さん。俺ばっかり来るやん。よう来た。よう来た。やっぱり浜田さんが多いんですよ。いや、なんなんやって貯金が。貯金1000万貯まったのはおいくつの時ですか？これ教えてほしい。去年や。いやいやいや。ちょっと岩本さん。これは。怖っ！これない。これちょっと。これは怖い。去年。去年ですよ。もう去年お前ら飯連れて行くとき、もう、ハラハラしてたわけ。もうちょっとでたまんのに。ここでまた、またここでまたちょっと使わされるやん、みたいな。ちょっと、止まらんて。おい、年間そんな使ってます？いやー、これは申し訳ない。逆に申し訳ないよ。本当に。これはね、でもね、はい、ある種こう、今テレビの番組で、はい、帯の番組やってある人おられるでしょ。はい、もうあの人らなんてもう、あっという間ですよね。帯はやっぱそうですか。帯はやっぱ。あっという間やんか、帯はものすごいですか。俺らも夕方を、あ、やってたんですよ。4時ですよ、やってたでしょ、はい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 、月曜か金曜か、はいはい。帯じゃないですか。帯やけど。はい、一曜日1万円。ええ最初5000円からスタート。えなんぼですか ?1 週間やっても。いや、当時でも、当時の1万円は今で言う10万ぐらいですか。いや、違うよ。もう全然ちゃうよ、そんな。昭和初期じゃないですもんね。5000円でスタートですか。タモさんがいいともやってる時ってずっとレギュラーやんか。はい、あれ何十年やってた ?31 すごいよ。あれだから一曜日何本持ってたんよ、話やろ。はい。ほんで俺毎朝、アルタ入ったらずっとタモさんの肩揉まされてて。それはタモリさんが。リハやってる間。それはタモさんに言われるんですか、ハモちゃん肩揉んでって言われるんですか。そう。はいって言ってやってるやん。でも俺も痛さ爆発でさ、これもう何年やってますって、一本何本持てんのかなとか言って、すごい額持てんちゃいますの言ったら、浜、うん、ちゃんあのね、とか言って、僕こんだけやってるけど、そうだね、3ヶ月分ぐらいかな、ギャラはって言って。あと全部税金って言われて。まあ、そういうことか。それはまあわかりますけど。そうよ。かと言うて何年やってた。でも今は浜田さんも分かるでしょ、ね、その、うん、その時のタモリさんの気持ち、結局。あ、ちょっと待って、伊藤さん。これあと2分後に俺殺されるやつ。もう目が、もう、お前もうそれ以上、浜田さんそんなに目が大きくなって。お前やめとけよって。うまいこと俺からタモさんにスライドしてんのにお前もうやめとけよ。これ映像じゃなくてよかったよ。めぐみにしてもそうやんか。ああ、そうですね。確かに。なんちゃんにしてもそうやろ。あ、まあ、お昼やってますからね。やって、帯やってるやん。そらもう、まあ。そらもう。そらそうやで。いや、それだってダウンタウンさんもレギュラーの数がちゃうじゃないですか。レギュラーそんなやってない。いやずっと変わらないじゃん。誰が動いてるんですか。やってますよ。何本かやってるね。はい、まああの何本かやってるけど、まあ2本ぐらいはもう奉仕のつもりで。奉仕のつもりで。さん、これ局の人もいろいろ聞いてますよ。ってことはって言って。関係者の皆さん、ね。いや局の人が思ってる。え、あれで奉仕。そうなんですね。確かにそれで出してますもんね。いやでもほんま正直言って東京来てからぐらいじゃないですか。まあちょっとやっぱある程度こうギャラが上がってきてるのはね。そうですよね。うん、昔浜田さんも言ってましたもんね。あの、うん、モロタロモロタボン使ってたよ。そう、うん、俺もう大阪時代一銭も金持ってなかったって言ってましたよね。うん、だってあのほんまにあの家を最初に買おうと思った時も全く金なかった。金全くなかった。え
もうほんまにもう、ね、おっしゃってますもんね。銀行で借りても足りひん、はい、ローン組んでも足りひん、残りどうすんねん、言ったらもう会社しかなかったわけ。で当時の亡くなった前の会長の背中に飛び乗って、はい、ずっと身元で金貸してくれ。いやだからもうでもダウンタウンさんも世間ではもう知られてますよ、ね、ですよ。 おっさん俺ずっとこうおぶさってんのにそれをこうのしたまんまずっと本社歩いてたから、ね、全然縦に振らず俺ずっとこうやってんのに全然貸さすごいすごいよ、ね、いすごい話。ローンも組まれへんかってんの。まあ、芸人さんはね、個人ね、組めないと思うですから。あんだけ働いてて金ないって、やっぱすごい、めちゃめちゃやもん。すごい。ちゃんと芸人をやられてたって、もっと聞きたいんですけど、ちょっともう曲に行かなあかんというか。あ、マジで、はい、はい。じゃ平井さんすいません、はい。そうですね。曲お願いします。はい。いや、僕は新曲、また持ってきました。はい。はい。この曲がすごい乗れる曲だと思います。バウンディで、怪獣の花歌。知らん。この番組は、美味しいを握る、楽しいが回る、くら寿司。パチンコ&スロット、アミューズ。物流とは価値あるもの、アクシアロジ。AK レーシングの提供でお送りします。くら寿司プレゼンツ、ビッグラポンのコーナー！ハイパー！よっ！はいよー！はいよー！オーケー！さあ、このコーナー。イェーイ！イェーイ！イェーイ！もう始まってる。始まってます。あ、ごめんなさい。ありがとうございます。盛り上げていただいて。ビッグラポン！ありがとうございます。そんな楽しみに盛り上げていただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい、このコーナーではまだ知られていない、くら寿司の情報をですねお伝えしていこうと思っております。はい、はい、そして僕たちドリアンズがくら寿司の自称営業部長となってます。ありがとうございます。はい、くら寿司の秘密や魅力をお届けしたいと思います。はい、はい、今回もちょっと浜さんにまた良かったかどうかを判断していただこうかなと思っております。わかりました。で、はい、今回プレゼンが浜さんの心に突き刺さったら、うん、なんとですね、くら寿司のシャリコーラ、うん、こちらを。今こちら目の前にあるんですけれども、はい、いつからあるんですかこれ。前からあんの。これちょっとね、うん、シャリコーラって言うんですけど、はいはいはい、これちょっと井上さん、うん、何かご存知でしょうか。シャリコーラはですね、お米由来の素材を使用した世界初となる炭酸飲料で、くら寿司のオリジナルコーラでございます。全9種の必須アミノ酸が入っており、夏バテや美容効果、疲労回復が期待できるなど、体に優しいコーラでございます。ということなんですよ。そうなんですよ。お米で作ってるんですか？そうなんです。だからすごく栄養もありますし、この主商品をですね、うん、くら寿司さんが出したと。うん、はい、いやいや、だから聞いてるやん。いつからあんのって。前からあんの。さあ、ではですね、今回お届けするくら寿司の秘密は、グローバルキカンティアン。いや、だからいつからあるの。さあ、こちらのグローバルキカン店ですけれども、はい、さあ、井本さん、はいはい、こちら、くら寿司さんがですね、うん、日本の文化を世界に発信するために日本で生まれ、うん、回転寿司という独自の仕組みで海外にも積極的に出店をしていることはご存知ですよね。はい。はい。いや、海外はね、はい、海外に知ってます。めちゃくちゃ出してますよ。はい。くら寿司さんがですね、海外旅行者の方々向けに、より日本を感じていただくための取り組みといたしまして、2020年から観光と食事を同時に体験できる施設として展開しているのがグローバル旗艦店でございます。なるほど。現在までに浅草原宿押上駅前道頓堀の国内4店舗と先月に海外初となります、台湾にもオープンしたということでございます。そうなんです。そうなんです。違うやん。お前らのコーナーちゃうんか。いや、僕らもこんなんですよ。なんで井上さん。いや、もうありがたいじゃないですか。いや、うん。はい。はい、すごいよ。さあ、いや、うん、井上さん。いや、はい。このグローバル旗艦店の特徴、何だと思いますか？お答えください。グローバル旗艦店の特徴は。日本の祭りをイメージしたジャパニーズモダンなデザイン。柱やテーブルには白木を、各座席には畳使用するなど、和のぬくもりを感じられる空間を現代的に表現しております。またですね、その場所にあった思わず話したくなる写真を撮りたくなるという通常店にはない新しい仕組みや仕掛けがあるということでございます。そうなんです。はい。で、井本さん。はい。このグローバル旗艦店各店ごとの特徴がわかりますか？浅草店で言えば、昔懐かしい輪投げや射的を楽しめたり、浜田さんもご存知の原宿店では、店内に設けたスイーツ屋台で寿司クレープなど、ね、若者が喜ぶメニューがあったり、はい、スカイツリーを見ながらお食事ができる押上店では、ご飯を食べた後にファミリーで楽しめるスペースとして、横5メートル高さ2メーターの巨大ビッグラポンや、お魚を専用銃で助けて遊ぶ体験型のデジタル射的などがあったりします。そうなんです。いろいろあるんよ。よく知ってますね。でもこれは知らないんじゃないですか。あ、確かに。台湾の機関、うん、店、こちらはどうでしょうかね、井上さん。はい。はい。
然全然お前全部井本に喋らしてる、長いところです。台湾の旗艦店の場合はですね、300近いお席がある世界最大規模の回転寿司のお店とし、はい、オープン当初から1ヶ月経ちますが、売り上げも絶好調ということでございます。ありがとうございます。でかいんやな、はい、そうなんですね。結構テレビメディアとかでもこれはね、宣伝させていただいております。はい、そうなんや。さあ、そしてなんと、はい、稲本さん、はい、明日の、うん、7月1日。7月1日、日付変わって。明日、7月1日、日付変わって、もう今日でございますけども、はい、関西において、道頓堀に次ぐ2店舗目となります、グローバル旗艦店が大阪ナンバーパークスにグランドオープンするということでございます。そうなんですよ。オープングランドします、こちら。はい、井上さん、はい、このくら寿司グローバル旗艦店ナンバーパークスサウスでは、どんなものが、わかりますか？はい。ね、上質なくつろぎ時間。上質なくつろぎ時間と新しい消費体験の提供という、ナンバーパークスサウスのコンセプトに沿った食事空間をというオファーを南海電鉄様よりいただきまして、今までの旗艦店を踏襲した、和のぬくもりの中で大人が楽しめ癒され写真を撮りたくなる空間のお店となっております。また、相撲の番付ならぬ巨大な壁面寿司番付装飾には少し大阪らしい笑える仕掛けもご用意しておりますので、気づかれた方はなかなかすごいということでございます。そうなんですよ。全部読まされてる。そうなんですよ、あれ。そうなんですよ、よくご存知で。いや、まあでも中がね、やっぱりいろいろ凝ってますから、はい、店の中ね。店の中めちゃくちゃ凝ってます。だからいろんな店舗によって、いろんなイベントとかが、うん、読めお前もうされております。さあ、井上さん。井上さん、これ、ちょっと限定商品、こちらだけちょっと知ってるかな？サーモンサラダ寿司ハンドロール。さあ、サーモンサラダ寿司ハンドロール、牛カルビコーン寿司ハンドロールもご用意しております。ここでしか味わえない体験と思い出をお楽しみください。ありがとうございます。全部言うた。さあ、では、浜田さん、ドリアンズの今日の二人のプレゼンいかがでした？いかがでしたか？いや。お前ら何していいやん。俺、全部売ってるやん。ありがとうございます。全部読んだわ。じゃ、ちょっと、おいじ、ちょっと。違う、この限定商品っていうのは、はい、サーモンサラダ寿司ハンドロールっていうの。そうです。こちらの限定商品を、ご用意させていただいているということで。ここでしか味わえないってこと。そうです。グローバル旗艦店の、はい、限定商品でございます。店舗のね。ああ、なるほど、なるほど。ちょっとおいじ、これシャリコールちょっと飲んでみますこれ。当たり前やろ。当たり前やろ。お前らが飲んでどうすんの。お前ら何もしてへんやんけ。いや。人ばかり読まして。振ったらあかんのかな。コーラなんで、振ったら。はい。出へんのかい。いや出てたらどうすんすか。コーラやめて。いや着替えもないですから。いかがですか。コーラや。あ、コーラの匂いはするな。色は白いです皆さん。真っ白ですよね。ちょっとラジオの構成員の皆さんわからないですけど色は白です。あ、コーラや。コーラやけど、はい、なんていうの。お米の感じもしますよ、ね。するな、うん。見た目はちょっと甘酒っぽいね。ちょっと甘みもあって。でもコーラ。うん、コーラ。どんなの。ああ、美味しいわ。美味しい。これ。おやちゃんの2016年から発売してる。あ、はい、そんな前から、はい、遅いな、情報。あ、そうなんや。そうなんです。これどうですか、こちらの商品。そんな思いっきり、うわ、甘いって感じでもないわ。あ、なるほど。大人も。でもちょっと甘みもあって。そうですね。うん、で、シュワーっとこう炭酸が。子供にはどうですか？あ、全然いけると。全然いける、うん。あ、じゃあちょっと子供さんにもね、喜んでいただける。子供全然いけると。ぜひぜひ。商品化と思っております。ぜひ皆さん、お願いください。はい。というわけで、くら寿司プレゼンツ、ビッグラッポンのコーナー、ハイパーでございました。あ、美味しい。いや、甘酒うわ、ちょっと甘酒。甘酒ってないもん。あ、でもコーラっていう意味は全然コーラやで。うん、コーラ。面白いこれ。薄くとかね、うん。そこまできつくないけど。ねっとりしてるすごい、うんうん。勝手に飲んだよ、はい、お前。いいでしょ別に飲んでも。喧嘩すなよ。勝手に飲むなよ。喧嘩すなよ。しかないからね。いいですかとか一言言えよ。いいですか。あかんよ。なんやねん。痛い。何やねんお前。すいません、じゃあちょっと始まってるから。始まってる。痛いじゃないの。始まってんの。始まってるんですか。栃木支部構成員、ズーカーさんからいただきました、はい。僕は学生の頃、周りの友達から浜田さんに似てると言われております。自分ではそんなに似てるとは思ってなかったのですが、うん、ファミレスでご飯食べてると、隣の席の知らない人が、うん、あいつ浜ちゃんそっくりや。マジで？ひそひそ話してるのが聞こえてきたりして、やっぱり似てるんだと密かに嬉しく思っておりました。あの頃から20年近く経ち、はい、僕には大きな変化が起きました。うん、励ました。え？何ですか？すごいカミングアウト。ガツンと励ました。え？そして僕は迷っています。うん、堂々とそのまま行くか、ズラや帽子で隠すか。なるほどな。今でもふさふさの浜田さん、もし浜田さんがハゲたらどうしますか、うん、どうかアドバイスよろしくお願いいたします。オーケー。はい。
それはもうズラ。ズラもうはっきり。はっきり。まずその彼が、俺に似てるって言ってた自分の写真を送ってくれといてよかったな。なるほどね。ああ、ちょっと見たかった。若い頃の僕ですと。そうそう、はいはい。それすごい見たかった。なるほど。でも今度逆に言ったら、俺に似てるんでしょ、はい、俺はもうハゲてきたらもうズラ被ろう思ってるから。なるほど。あ、うん、それはもう、バレバレのズラでもええから。なるほど。ああ、なるほど。その代わり目線ちょっとでも頭の方行ったらどつくで。え、バレバレやの、ちょっとバレバレなんでしょ。バレバレやけど、なんでいちいち喋ってて目線をちょっと頭に行けんの。でも一回気になりますよ、この写真で。ございます。どこ見てんのお前。ってなるやん。いやでも、もうカパカパなんですよ。ちょっとほら、外でさ、風が強い時とかね。風強い時は何気にこうするやん。強いな。いやいや、もう反対側がもうボロ向いてるんですよ。ボロですよ。見るでしょ。ベロ鳴ってたって、もうちょっとでも上見たら、何見てんねん。いやもうでも、でそんな言いません。だってもうベロ鳴ってるやん。なんでそんな安いズラかぶってんの。そうですよ。今もすんごいのが出てるんですから。パーティーグッズみたいな。もっといいの買ってください、それは。ゴムだよ。そうだから、似てるズーカーさんは、もう浜田さんの意見やと、うん、もうズラと。ズラ。なるほど。もうズラかぶってくれ。ズラしかない。うん、その子にじゃあシール。よかった。すごいね。じゃあ、ちょっと浮いてきたらシールで止めてもらって。そういうこと。そんな使い方。わかってください。どこに貼ってんねん。いや、でも写真見たかったな。ちょっと見たかったっす。だからちょっと送っていただけないですかね。なあ。ね。そうそう。被った時と。若い頃と。ちょっと、まず若い人ね。ズーカーさんのちょっと若い頃の写真、もしよかったらね、送ってください。じゃあ、はい。じゃあ、ズーカーさんにシール差し上げます。それでほんまに、もうほんま似てるやんって言ったらね。ね。筆箱とか。筆箱？ん？ないですよ。ないですよ。このオリジナル。番組オリジナル筆箱ないです。シールの。あ、なかったっけ？ないです。今あんま筆箱。そう。いい音ない。これ学生さんしか聞いてなかったらあれですけど。なんでおっさん4人でやってるラジオの、ノベルティ筆箱なの。ほとんどのやついらんって言いますよ。おしゃれなんか T シャツとかあったらわかるけど。あの横のボタン押したらカシャって虫眼鏡出てきたりとか。じゃあ、徳島支部、構成員 DYTM さん。はい。私は今中学2年生なのですが、うん、筆箱欲しい世代でしょ。ああ、いいですね。英会話部に所属しています。新1年生も入部してくるのですが、どのように話しかければ自然に仲良くなれるか悩んでいます。ゴブゴブを見てると、浜ちゃんはいろんな人とすぐに仲良くなれていて、本当にすごいなと思います。うん、浜ちゃんはいつもどのようにあんなに楽しく会話できるのですか、コツなどあれば教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。いや、これもまあ難しい。中学2年生から。その、なんていうの対人に対してってこと？そうです、そうです。まあ、でも、まあ、本当のことで言えばですよ。うん、中学2年生あんまこういうの聞かん方がええよって俺は思ってますけど、番組的に。もっとためになるやつ。このね、もっと有意義な時間の使い方があるよって。いや、意味が分かれへん。別に、それは別にスキンシップっていうことでしょ。ああ、そう、ああ、まあ番組のことで言えばね。はいはいはい。田浜さんがどういうふうにこう、スキンシップ取られてますかっていう。コツありますかって。初めての人っていうか、はい、初対面の人むずいな。まずこの世界ですから、はい、まあ、まずその年齢が上なのか下なのか絶対聞きますよね。そこすごい確かにそれよ。それはめちゃくちゃ聞くな。いやもう全然、まあ、だからまず分からん時はもうまず敬語で入ります。はい、はい、ね、あのあれの時そうでしたよね。あのショットナビの時CM を撮った時に社長と浜田さん喋ってて、はい、社長っておいくつなんですかって、はいはい、で、あ、僕あの59ですって言って、いやためかいって浜田さんが言って、はい、あ、僕あの早生まれなんで学年は1個上になるんですけどねって言われて、はい、うん、すぐ敬語になってました。すいません。確かにこだわりはありますもん、ね、いや、そうそこはね、なんかその、うん、あの厳しい高等学校行ってたので。あ、なるほど。そこら辺はね、そうですね、そこはしっかり、はい、縦で。だから親父がブチ切れたのも見たことありますよ。某音楽会社の方とかね、ちょっと頭の薄い方に敬語でね。そう。あ、絶対年上や思った。エイベックスやろ。言っちゃった。あの、部長やろ。部長。俺もう何年敬語で喋ってた。何年もですよ。あ、もう絶対年上やと思った。もう小室さんとやりだした時からおるんやもん。はい、はあ、はあ、もうみんなが部長部長言って、もうすごい偉いんや。はあ、もう頭ハゲとんねんで。はい、それはもう年上や思うがな。はい、で、なんとかなんとか、あ、そうですよね。って言って、もう3年か4年ぐらい一緒にやってて、はあ、なんかある時、年齢の話になって、はあ、あ、部長おいくつなんですか？あ、40いくつですって。お前、年下やないか。めちゃくちゃ愚痴いる。お前、今までの俺の敬語返せ。いや、それはもう勝
もちろん思い込みですから。そんなもう見た目がね。そうやね。まあまあまあね。いや、そういうのもあるから。まあそうです。まあ同じ理由でラジオの石割さんも警戒されてた。確かに。確かに。せやな、石割あれいくつやねん。ずっと警戒してた。確かに。そうそうそう。そういうのもあるから。まあだから、まあそうやって何でもええから、コミュニケーションとか。そうそうそう。もうほんまになんかもう、そうやな、なんか喋っててなんかちょっとこうな。あ、でもそれやってる。はい。確かに肌に触れるというかね。ちょっと膝ポンとか触りながら。どうですかみたいな。どうなのみたいなとかね。実際印象違うって言いますからね。挨拶するときとかおはようって言って、こう肩にちょっと手添える。なるほど、なるほど、なるほど。こう印象の入り方と違うんです。いいじゃないですか。じゃあ僕はもう自然にやってましたね。やってるのよ。ありがとうございます。ただまあ、膝触るはちょっとあの、キャバ嬢のやり方なんですけど。そうなんだ。はい。大人は大体肩とかなんですか。あ、そうかそうか。コミュニケーションね。まあ、ガクト最初にヘイヘイ来た時に、そうだったけどね。おすごい雪。それちょっと、あの、何の仕業かわからないです。ガクトさんも触られたことないよね。うん、確かにそうか。ああ、確かに。まあ、だからなんかこう、確かにボディタッチは一個、手としてあるかもですね。そうね。うん。まあ、ちょっとやってみてください。はい。はい、続いて、堺支部の構成、にゃろにゃろさんからです。五分五分欠かさず見ているのですが、浜田さんのファッションがすごくかっこよくて、特にスニーカーは何履いているのかなと、足元に釘付けになりながら見ております。毎回五分五分で着られている服やスニーカーは衣装ですか、それとも私物でしょうかという。まあ、基本だから、まあ、気に入ったものは買いますけど、はい、一応、まあ、だから、スタイリストさんが用意してくれてて、で、靴もだから、まあ、もう買い取ってる部分は、まあ言ったら私物のやつもありますもんね。そうそうそう。それをまあ使い回してるっていう部分もありますし。ますね、まあでも基本、そうやね。スタイリストさんと猪本がこれ履けとか。猪本さんから履けそうよ。そうそうそう。猪本も案外、スタイリスト、としみつと二人で、ちょっと浜さんに今回これ着させようとか、これ履かせようとか、案外結構そういうのもやってくれてる。やってんの。俺、だからほんま謎の、あの、その、としみつスタイリストね、と二人で浜田さんの服買いに行くっていう日あるからなるほど。あんの。井上さんがちょっと作り上げてるんですね。あんのやんの。このスニーカーを履かそう。まあ、しかも今日は恥ずかしいけど、上かぶってる。そうなんですよ。俺、それ、よう、なんなんすか言うてよ。服かぶる理由もそこやね。俺が浜田さんの服買いに行ったりしてる。なるほど。かぶっちゃうのよ。いや、二人と同じやから。そうやねんな。ちょっと、ちょっと、わぁ、かぶってるやんとかっていう。靴もありますもんね。そう、靴かぶってるやんとか。スニーカーかぶってるやんとか。時あんねんけど。あんねんけど。まあ、しょうがない。まあまあまあ、そうですね。そうなんですね。気に入ったものを買ってますね。そういうことです。はい。なかなかね、もう今お店行ってね、なんかこう T シャツやなんやとか見てても、店員さんが、おどれ買うねん。なるほど。でも確かにちょっとハードル上がってるかもしれない。そうやねん。そうですね。スニーカーに関しては。そうやねん。あ、どれ買いはんのみたいな。顔で見られるから。確かに。行きにくいんですよ。確かに。まあ確かにそうやな。そう、浜ちゃん来たらどれ買うんやろ。絶対なりますよね。そうやね。ちょっと確かにな。まあ仕事でとかやったらいいんですよね。仕事で。そう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 。そうそうそう。もうロケとかで。はいはいはい。うん。買っちゃうとかだったら。そう、行ったら勢いで帰れる。はい。そう。プライベートやったら確かに。そうやな。そこあるのよね。俺だから大体浜田さんのサイズ入ってるもんね。あ、そっか。これやったら入る。そうだけどね。スニーカーサイズ。このスニーカーやったら浜田さんもうワンサイズ上げたかも。ええ。そう、ブランドによってね。ブランドによって変わる。違うからな。この T シャツやったら浜田さんも L にしといた方がいい。なるほど、なるほど。大体入ってる、俺。そうやね。確かに。そうですよね。自分で一人で買い物とかも、なかなか行かないですもんね。そうやろ。いや、一人で見つけたらかわいそうやと思われそうやろ。うわ、一人で買い物来てるやん、みたいな。せやな。いろんな確かに。ああ、そういう風に見られる。それも嫌やん。一人でご飯行ってて。あれ今日トリアンズおらんやん。せやな。うわ、一人で食べて、いや、めっちゃ可愛いやん。確かにな。そっか。もうこっち呼んであげようかな、みたいな。いや、それで声かけられてるんで。一緒にどうですか、みたいな。うわ、服めっちゃ吟味して何も買ってない。確かに見に来ただけやったけど。誰にどうって言われるわけですよね。ちょっと難しい。あと、まあ SNS もありますしね。そうやとか。そうやね。確かに。これシールどうしますか？ん？はい。大阪市、西成支部の中谷さんからですね。はい。浜田さんが昔本気で切れたことや泣いたことなど、教えてください。あれば。もうそんなんもう忘れてるで。切れられた人の方が覚えてると思うね。切れられたことあります？いやいや、だからやん。
俺切れたことなんて覚えてるわけない。相手側相手側は多分もうすぐ覚えてると思う。やった方って覚えてないですもんね。やられた方は覚えてないな。そんなに別に俺切れることないやろ。やりますよ。平井の首取れそうになっちゃうな。はい。はい、もう平井一回多分取れたと思うんですよ。はい。で、ぐらいもはい。まあそうだね、僕がね。マジで僕の前パチ入れられましたし。んパチ入れられました。入れられてた。俺もう、あれ衝撃やったわ。ねいやお前がこれぐらいで俺になんか物言うてくるからバーン入れるやんけそら。いや入れるやんけじゃないっすよ。え見ないっすよ。俺映画でしかあのパッチギのね勢いまだ軽くポンじゃないじゃないですか。でもこれすごいのが浜さん俺の鼻はいかんからデコに来たからね。あれ鼻見たらもう鼻血めちゃくちゃ出てる。言ってることおかしい。おかしい。それもおかしい。俺と平井トイメンで見ててめっちゃ引いてた、うん、引いた俺ね広瀬ね引いた俺いろんな浜さんのね湯気出てたでしょデコから湯気というかな音すごかった、ね、な本当のリアルなドンコっていう音が喧嘩上手い人のやり方やもん。いやもうあんなもん店入ってお前 2,3 分でやることちゃうであれですねコーラーってバーンあんな喧嘩うまい人のやり方。いや違う違う。お前もほんであかんで。何してんねんって言うたよ。あかん。お前もあかんで。普通なんかすいませんとかね。やめてくださいやめてくださいとか。何してんねん。あれあかんよ。パチ切れられてね。確かにな。すごかったわあれは。よく切れますよ。いやいやそんなことないですけど。シールどうされますか。はいはい。いやいやちょっとねまだまだ紹介したかったんですよ。俺ほんまはこれ聞きたかった。まあまあまたまたじゃあおいおいね。ちょっとまたこういう機会作りますんで皆さんのメール番組の方に。そうかだからあんま読んでないから。そうなんですよ。もう出しても読んでくれへんのやったらもう出さんとこうと思われるのもかなんし。そうなんですよね。申し訳ないので。ああ確かにそれはあるか。なので今回ちょっと。ああじゃあ今日読んだんあげて。ええ全員ってことですか。全員あげて。こんな日あんの？構成よかったー。全員マジで。めちゃくちゃ行くよ。じゃあ中谷さん、ニャロニャロさん、DYTM さん、ズーカさん、ヒデトさん、エキリウサギさん、シト様さん、これ全員シール差し上げます。差し上げます。おめでとうございます。おお、すごい。おめでとうございます。おめでとう。こんな日もあるんだね。すごい。いやでもだから出したらやっぱりもうそういうのもっていうのもやっとかないと。まあそうですね。今たくさん送ってくださってますね。そう。ありがとうございます。またちょっとあの機会見つけてまた紹介したいと思います。わかりました。はい。番組ではメールお待ちしております。平井さん宛先お願いします。さあメールアドレスはゴブゴブアットマーク MBS1179.com ゴブゴブアットマーク MBS1179.com です。そしてハガキ封書でも OK です。宛先は530-8304 MBS ラジオゴブゴブラジオまで番組名はくれぐれもお間違いないようにお願いします。よろしく。ありがとうございます。いつも変なのなんか愛の手入れる。で滝さん。はい、この番組は音声配信アプリラジオトークでも全国から無料でお聞きいただけます。詳しくは番組公式ツイッターをチェックしてください。はい、というわけでお別れの時間でございます。ここまでのお相手は来世水の元とゴフルリアンズ平井ペライチとドレンズ住田駅とドントンの浜田でございました。また来週です。サンキュー。ありがとう。ありそうだ。ありそうだ。